新五郎とは、福島県南会津郡南会津町と下郷町に伝わる郷土料理の一つ。うるち米を半月にして、団子状にしたものを竹串に刺し、甘めの味噌にすりつぶしたエゴマを混ぜ合わせた十年味噌を塗り、炭火で焼いたもの。名前の由来について、最も広く知られているのが料理の生みの親である、新五郎の人名からという説である。 貧乏で正月にお供えする餅を買えなかった、新五郎が、代わりに、うるち米やくず米を炊いて潰して丸め、これにエゴマを使った十年味噌を塗って焼いた。それが非常に美味しかったことから、村中で評判となり、この地方の郷土料理となったという。このほか痩せた土地で懸命に栽培したお米を年貢で、取り立てられてしまう農民が、見た目に米だとわからないよう真っ黒なエゴマ味噌を塗って、 食べたのが起源との説もある。近年まで、新米の収穫後に、新五郎を作る習わしがあったが、現在は四季を問わず、合図の特産品として販売されている。十年とは、日本の食べ物用語辞典。AB、下郷町の特産品合図下郷町 HP。食物後、新五郎と、くじら汁、えごまたっぷり。庶民の知恵が生んだ味、福島民有。 2017年3月19日。ありがとうございます。